てて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 終わった終わったか終わったはい、こんにちは。マヤチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、オーシャンラビリンスです。はい、こちらはですねボードゲームですね、はい、たまにはボードゲームを使って遊ぼうじゃないかと、はい、夏休み入ったので、うん、外暑いでしょ、はい、暑いからお家の中でみんなお友達集まってボードゲームできたらいいかなと思ってね、まあ、今日はねたまたま涼しいんだけどね、うん、なので今日ね窓開けてるので、うん、すごいいい風が入ってきますけどね、うん、これはですねかなり前に購入してるものですね、はい、なのでもう何回か遊んでおります、はい、じゃあ開けて中を見ていきたいと思います。はい、はい、中にはですね取扱説明書が入ってますね、はい、こちらがゲーム版ですね、うん、これを広げるとこのような形になってます。次こちら迷路タイルってやつですね、はい、これがいっぱい入ってます、うん、こんだけあります、うん、はい、次こちらアイテムカードですね、はい、こういう感じでいろいろ書いてあるね、描かれております、はい、これがダイバーですね、はい、コマになりますね。今回は、ね、2人でやるんですけれども、ヨシ君何の色でやります？青、ブルー、ね、じゃあパパは緑でやりましょう、はい、ね、はい、それでですねこのまず迷路タイルをここにね敷き詰めていきます。こんな感じで、はい、適当にね、うん、適当に敷き詰めていって敷き詰めていきます。繋がんなくてもいいね。そう、はい、これで一応今準備ができましたね、うん、アイテムカードを引くんですね。まずこれ出したとしますね、うん、これ、あー、これそうね、怒りマーク、うん、ここにあるんだ、うん、でこれを取りに行くわけですね。あ、もうすぐに行くんだよこれ。てててててそう、だから今はたまたまですね道が開通してたのでそのまま取りに行けたと、うん、それでもし道がつながってなかった場合はこれでですねカードを動かすわけですね。こんな感じで、はい、こうやって動かすわけです、はい、それで道を自分で作っていくというゲームになりますね。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょうか、はい、まずは簡単モードだね、うん、この出てきた札、うん、宝物を目指して、うん、宝物をゲットしたら勝ちと、うん、いうことでやっていきましょうか。はい、はい、では、このカードを拾うんだけど、何が出たかはそれぞれ見せないようにします。はい、はいはい、私のカードこちらですね。ゆりちゃんのカードはこれですね。最初はグッ、じゃんけんぽい。おお、パパ勝った。負けた。じゃあパパから進みますね。はい、こうします。シュルッと動かして、動かしたら駒を動かしてね、うん、トゥル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 、ここまで、はい、うん、ここかな、動かせないかな。動かさないの、うん、乗ったまま動かすのもありだからね、うん、こんな感じでパパを動かします。トゥルトゥルトゥル、はい、でも間違えちゃった、間違えちゃったパパあら、行き入れたとこに戻すことはできない。あ、そうかそうか、これ今動かしたから反対側に戻すことできないんだね、うん、そっちを動かすの、うん、まずこっちを、はい、動く、ここまで動いた。おお、そこまで来た、うん、結構来たね、うん、行きます。くっそー、はい、動かしました、はい、何、ゆりちゃん動かないの。うん、動かない。よし、じゃあパパチュイ、はい、到着。うわー、負けた。宝ゲット。ほら、負けた。合ってるでしょこれ、うん、このお魚でね、うん、はい、ゲットパパ先に到達しました。こういうゲームだね、うん、はい、エイシン君ちなみに何になってたの。このタツノオトシゴ、はい、こいつだよ。あー、そっか、じゃあパ次いけたんだ。うん惜しかったね。次もいけたんだ。なるほどね。今度はレベルアップさせて、うん、宝を3つにしようか。うん、3枚カード引いてその宝を3つともゲットしたら勝ち。あーはーはーはー、はい、私のカードはこの3つですね。はい、はい、A ちゃんのカードはこの3つですね。最初はグッ、じゃんけんぽい。よっしゃー、勝った。今度 A ちゃんから、かっこ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 。じゃあちょっと進むね、うん、はい、1枚、1枚受けてた、当たり。もう進めた。 OK じゃあパパだね。はい、じゃあパパこっちから入れます。あ、そっちから入れるのはありですね。そしてこれ取るでしょ。で、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 はい、パパも1枚ゲット。うん、やばい、はい、何、そこにすんの。こうして、で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 、え、もうゲット。だってて、2枚目ゲット。おー、来たか。あと3枚目。じゃあパパはこうしましょう。で、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 あ、高い、近い。そして、で、で、で、パパも2枚目ゲットか。パパも2枚目ゲット。
てきて、じゃあ動くね。てってきてててててて。終わった。終わったか。終わった。A ちゃんの勝ちだ。もう一分あった。隣にいた。本当だ。惜しかったな。じゃあ最後は、拡張ゲームというのがあるのでそれをやっていきましょう。ずらしたパネルの裏に絵柄がある時がありますね、はい、このパネル、フグとダイバーと酸素ボンベがあるんだね、フグは1回お休み、ダイバーは、もう1回できると、で酸素ボンベは近くにあるダイバーポイントに戻んなきゃいけないと、はい、酸素が足んなくなっちゃったからね、はい、で今度は宝物をゲットして自分のポイントに戻るまでやりましょうか、はい、で拡張カードもありでいきましょう、はいはいはい、私のカードはこの3枚ですね、はい、A ちゃんのカードはこの3枚です、はい、最初はグーじゃんけんぽい、おおまた負けちゃった、はい、で今ねずらしたでしょ、ダイバー来た、ダイバーってことはもう一回やるんだね、うん、うわ超羨ましい、じゃあここいいだよね、うん、ない、はい、てってくてー、はい、ゲット、マジでダイバー楽ちん、早いな、はい、じゃあ次行きます、阻止しちゃったね、へーちゃんが阻止したか、で裏返して何もな ない、はい、じゃあパパは、お、いける、いった、はい、てれてれてててて、隠れ熊の実、あゲット、うん、次へーちゃんか、しょーい、はい、裏返しして、ない、ないね、はい、パパ、あ、動かなくていいの、えちゃん、うん、分かった、動かない、あ、ごめん、てれってれって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 、2枚目、2枚目ゲット、やばい、もう一個はね、パパ超遠いんだよ、はい、姉ちゃんこれひっくり返して、ない、ない、止まってるまま、止まってるまま、はい、パパここずらします、はい、ずらした、で、後ろは何もない、はい、で、移動します、ちょ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 、ここまで、うん、ちょっと動いちゃうか、ない、はい、しない、しないの、まだ、うん、まだしない、しといた方がいいんじゃないの、いや、しないよ、あ、ここできないのか、できない、しくった、またやっちゃった、じゃあ、こっちに移動します、オーマイガー、ね、移動しないからだよ、ちなみに裏は何もないね、じゃあパパこっち移動する、はい、はい、これ裏返しました、ない、ここも移動できないとこか、じゃあこうします、で裏はない、はい、でててて、あ、ごめん、ずれた、でててここまで来る、はい、この裏はなくて、はい、進みます、はい、ここずらします、うん、そしてない、うん、でてれってれって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 、3枚目ゲット、負けてないよ、まだパパ戻るまでだから、ありません、はい、動かします、てっ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 て、2個目、はい、じゃあパパあとはお家に帰るだけだ、うん、はい、しくったと思うんだけど、何もない、でこっち移動します、はい、ここにセットします、はい、で、裏はありません、はい、じゃあ、移動、ここで、うん、で、裏側は何もない、うん、で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 、これもうパパ、もうちょっとでゴールだよ、そうけ、セットして、で、この裏は何もありません、はい、ここまで、はい、こうしよう、よいしょ、はい、裏は 何もない、はい、はい、そこ行くかなかなか阻止してくるね、じゃあ入れます、はい、阻止するな、裏側、そしてフグということは、えちゃん1回休み、うん、でも動かしてからだけど動かせないから1回休み、ごめんね、じゃあパパ勝ったな、これな、じゃあまずこれ1回動かして裏側何もなくて、ここを動かして裏が何もなくてゴール、パパの勝ちでした、ちなみに A さん最後の狙いはこれ、うん、
宝物だったんだ。宝。ああなかなか遠かった姉ちゃんもね。じゃあね、はい、そういうことで、こういうボードゲームでございました。こちらですね、ちなみに、7歳から99歳までが対象年齢みたいですね、うん、だから、まあ、小学生からおじいちゃんおばあちゃんまでできるということですね、うん、それと、2人から4人まで一緒にプレイできるので、はい、ご家族とかねお友達と一緒にプレイできるかと思います。はい、はい、ということで今回はオーシャンラビリンスでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルとは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。